なんとですね、今綱島のお祭りに来てるんですけども、今火がものすごい炎が上がって、ここは全部屋根が溶けてるんですけども、分かりますかね。多分ここに油がずっとこう上げてたので、そのところに火が移ってしまったのかな。今その火でバーッと一気に一斉に逃げたんで、転んで怪我した子供もなんかいたみたいなんだけど、黒くついてるの屋根のテントが溶けたんですね。それが落ちてます。